せーの、みなさんどうも、ゆいろりほはい、タイムです。はい、ということで引き続き、お友達のシヒョンにも登場していただきます。すごいね、3本ぐらい連続で出てるよずっと出てるよ。さあ、というわけで今日はですね、辛いラーメンをね食べたいなっていう風にお願いしたら、スタッフさんがなんか私たちが予想したものじゃないものをなんか用意していて、じゃん、ペヤングさんの極激辛、はい、っていう焼きそばを用意してくれてました。知ってる？うん。泣けるほど辛みが強いので、小さなお子様や辛みが苦手な方は十分にご注意ください、だって。食べたくないね。食べ全然食べたくないけど、食べないといけない。あー、やだー、食べたくない。辛いのがね、韓国の方は得意って聞くじゃないですか。私も辛いものが好きではあるんですけど、なので今日はスヒョンと一緒に日本の辛い麺を一緒に頑張って食べたいなと思います。よし、じゃあ食べてみたいと思います。なんかやばそう。なんか美味しそう。まだ今これでお湯、お湯を内側の線まで入れて、だってできた。じゃあ食べたいと思います。じゃあ韓国語でいただきます。잘먹겠습니다。잘먹겠습니다。いただきます。どうなんだろう、いただきます。あ、まっ。うん、辛い。うん、うん、水温の方がいい反応してる。辛いけど、辛いけど美味しい。痛い、うん、痛いけど美味しい。うん、これがゴム。おお、熱いけどね。熱いし辛いし痛いけど、痛いけど食べれる。辛いよ、めっちゃ辛い。もうやめろって言われたらやめるけど、目の前に出されてなんかこんだけ人が見てると負けたくないでも辛いよ。お腹痛いなんで辛い痛いけど辛いよね辛くない、痛い。てか美味しい、美味しいよね、うん、辛いけどね痛いけど、あー辛い。何なんだろう。辛いけどね。痛い。痛い。ヨーグルトちょうだい、ヨーグルト。胃がやばい。胃がおかしいことない。そう。なんかピザと一緒に食べたら。これがあればいける。え、めっちゃ食べてないそれ。なんか今頭が痛い。笑っちゃって食べれない。うん、あ、痛い。でも食べれる。うん、辛いけど美味しい。全然美味しくなさそうだけど美味しい。これをやっていって何になるんだろう私たち二人で。これダメだ。うん、これは料理じゃない。これは武器だ、武器、ウェポン。これは武器、武器。これは武器だ。倒したい人はこれを食べさせる。生放送できない。やばいやばい、本当にもう胃も痛い。味見してください。うん、みんな食べてください。食べてください。ギブアップ。痛い痛い口。ある口。
あー、ないないない。